重力一生反抗期、パワーチューブの牛です。本日はね、ここの鬼ジム、町屋東京で練習をしていくんですけど、こちら。重力一生反抗期、ジョーフィットです。はい。野生のジョーフィットに遭遇したので、一緒にベンチプレストレーニングをやっていきたいと思います。いや、1年前ですかね、ここ初めて、僕の記念すべき初コラボ、牛さんとさせていただいて。そうだね。ね、はい。もう、早1年ということで、そうですね、もうすっかり、かなり早いですね。すっかりね、ジョー君もパワーリフターになってしまって。はい。そうですね。楽しみだね。次は東京パワーっていうことで。そうですね。はい、9月29日です。うん。はい、いや、そこで670ね。そうですね、670。83キロ級の標準記録ということで、はい、そのためにはね、ベンチプレス、170キロが必須だっていうことだったので、はい、今日ね、しっかりやっていきましょう。はい、ちょうど1年前にね、ウッシーさんに教えてもらったテクニックで、うん、僕はね、伸び続けてるんで、本当にね、胸で迎えに行くっていうのがね、声の上に乗っけるっていうの。もうその2つがね、もう本当に僕からしてゲームチェンジャーで、未だにね、もう本当にそれを毎回意識して、ベンチプレスを行ってます。いや、嬉しいね、ありがとうございます。もう、はい、その意識をね、しっかり持ちながら今日もやっていきましょう。やっていきましょう。まあ、前回ね、やった時、140キロも上がんなかったんですよ。うん。ね。140キロ上がんなかったんですけど、今ね、165キロ。ちゃんとポーズで。強すぎる。ケツも上げずにね、できてるんで、そのウシさんのおかげですもんね。やばい、1年で25はマジで大成功。はい。はい。まあ、ということでね、まあ、引き続き強くなれるために今日もね、一緒にウシさんとトレーニングしていきます。ピエールカルッチのリストラップから新しくブルーのリストラップが発売しました。値段は3580円、税込み送料無料です。リストラップはベンチプレスやプレス系の種目の時の手首の保護に使えます。ピエールカルッチの商品は 2.5 巻きできてかなり硬さもあるので保護力がかなり強いです。公式ページと Amazon でも販売しておりますのでお好きな方からぜひチェックしてみてください。ピエールカルッチのデッドリフト向けパワーグリップも Amazon で発売しているのでぜひそっちも一緒にチェックしてもらえると嬉しいです。それでは本編どうぞ。はい、では早速ね、ベンチやっていきたいと思います。スキルか A ウェア。あ、いいですか。ありがとうございます。まあじゃあ早速やっていきますよ。うん、あれ、なんすかこれ。ジョーフィットラストアップ。はい、セット目。よっしゃ。ねえ。三。40で。OK です。ちょっとお願いしていい？いいですよ。あの、3秒止めやるんだ。はい。だから、胸ついたら、3、2、1、OK です。GO! みたいな。OK です。カウントお願いします。OK です。140の3秒止めを3レップ。OK です。Go!3、2、1、プレス。3、2、1、プレス。もう、もう。3、2、1、プレス。何ですか？あ、そう、今のなんか何があるかって。ペーパーウェイトの重量をあと 3レップやります。3セットやります。ペーパーウェイト。ペーパーウェイトです。もう紙と同じ重さです、これ。ああ、もう空気みたいだね。そう、そういうことです。ああ、そういうことだ。RP、エア。115レップ。はい。よし。はい。ね。3。し、ラスト。5。はい、OK。よっしゃ。いいね。どうですか、今日調子は。あ、まあ、めっちゃいいってわけじゃないですけど、うん、まあ、ウィーク1って感じっすね。ウィーク1ね、はい。何週に分けてやってんの？いや、もうあと本当に7週間しかないんで。そうか。じゃあ大会まで、
3週間のブロックを1つと、4週間のブロックを1つですね。なるほどね。本来はまあ普通にね、普通の頭のいいパワーリフターたちは何ヶ月も前からブロック組み始めるんですけど、うん、まあ、僕みたいな、ね、バカはちょっとね、パワーリフティングのトレーニングちょっとつまんないやみたいになっちゃって、適当な、ね、自己流のトレーニングをずっと続けて、大会前になってギリギリ焦ってコーチつけてブロック組み始めるようなバカなんでまあだからまあ、ね、このよくわかんないブロックの組み方なんですけど、okay. まあまだね時間あるということでできることやっていくことです。やりましょう。はい、3 2 1 press3, 2, 1, press 3, 2, 1, press 3, 2, 1, press いいっすね。あと110何セット？あと2セットっすね。2セットね、OK、はい、残念ながら、うん、もっとね、うん、ゴリゴリのパワートレーニングを見せたかったんですけど、うん、でもこの後、ベルトスクワットやでしょ。いや、そんなこと考えてなかったっすね。プログラムにはちょっと書いてないっすね。書いてない。はい。ベルトスクワットは俺やるんだけど。ああ、そうっすか。やりたいっすけどね。あ、まあ、プログラムないからね。うん。やんないよね。まあ、おとといレッグプレス結構追い込んだんで。うん。それが言い訳ってわけじゃないっす。ちょっとね、コーチに怒られてしまうんで。そうね、僕はやりたいっすよ、もちろん。MC さんとベルトスクワットできるなんてもう、この上ない、この上、これ以上光栄なことはないと思います。うん。あ、そうです。はい。ということで、まあ今日はベンチやって、ジョークのアクセサリーとかあるの？そうですね。インクラインダンベルと、ディップスと、イージーバーエクステンションですね。イージーバー。マジで？まあ、これディップスやろうと思ってたから、とりあえずディップスまでじゃあ、そうですね、やりましょう。これはまあ、ディップスやりましょう、一緒に。しょ、集中。一、二、三、四、五、オーケー。三、二、一。One, press. Three, two, one, press. One. Three, two, one, press. That's it. That's ですね。見てほしいところは。見てほしいところ、俺のポーズ力。まあもしね、ボディービルダーか、または普通にね、カジュアルにトレーニングしてる人だけでベンチプレスやってるなら、ね、ぜひポーズしてほしいですね、やっぱり。なるほど。アイソメトリック刺激。ポーズするので、より筋肉に刺激いくんですよ。だから、ぜひね、ベンチプレスも、バウンドするんじゃなくてね、ポーズした方がより筋肉に刺激いって、結果的にね、でかい筋肉になってくれるんでね、ぜひポーズしましょう。はい、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 やそう、はい、見せるね。最後ちょっと生きりました。生きリフトしました。生きリフト。3, 2, 1, press. 3, 2, 1, press. 3, 2, 1, press. あれ、いいっすね。くっついてきた。OK。
終わりですか。お疲れです。よし。ディップス行こう。ディップス。ディップス。ちょ、インクラインダンベルやってからやりたかったけど。はいよ。先挟んでいいよ。俺も違うアクセサリーやってるから。ありがとうございます。RP9 で8レップということで。はい、まあ、47.5 ぐらいがちょうどいいのかな。強いね。いや、全然強くないですよ。あ、マジで。全く。はい。はい、これね、いただいた、パワーチューブの、リストラップをね、使って、はい、実際の使い心地も兼ねて、やっていこうと思います。おっしゃ、おっしゃ。まあ、RP9 ってのは、RP12 と変わんないと思うんで、そんぐらいの強度でやります。オッケー。8なら50でいくか。うん。50でいこうぜ。8。カバン。そっからそっからだ。はい。1、2、はい、3、はい、4、5、はい、5、はい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 、いけ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 、はい、5回、あと3回、あと3回、6、厳しい、厳しい。背伸びしすぎちゃった。そうっすね、うん、まあ背伸びしてなんぼって感じですね。まあ素晴らしいですね、このリストラップ。あ、使いやすいです。ありがとうございます。超ビッドのアクセサリー2種目目、スカルクラッシャー。多分スカルクラッシャーのイージーバーが大体10キロか 7.5 とかそれぐらいなんで、おそらく50キロぐらいでやってると。強いよこれは。1、そう、このポジションで、2、この肘のポジションキープでこれは強い。3、4、はい、5、はい、いけるぜ、いこうぜ、6、はい、7、5、8、はい、いいね。うわ、まあ、さっき1セット目が8レップだったんで、はい、次は7。ボディービルチックなトレーニングというか、本当に限界を追い求めてやっていくと。そうですね、うん。まあ、これでもね、人によっては RP9 かもしれないし、うん、ウッシーさんだったらこれ8かもしれないし、ね、なるほどね。だからまあ限界まで追い込むのことの重要性は、限界まで追い込まないと RP8 が本当は何か分かんないじゃないですか。なるほどね。本当まで追い込めば理解ができるじゃないですか。なるほど。あ、これは8だったな、これ6だったなとか、うん、だからまあ限界までぜひね、皆さん追い込みをお願いします。なるほど。まあアクセサリーこそ余力を残しすぎちゃう傾向があるもんね。そうですね、うん、間違いないです。 OK。 最初です。次はラップスプレッツ。ラップスプレッツ。ジョーフィットは25キロ荷重で、はい、ウッシーさんよりはるかに弱いんで。いやいや、今日のラストアクセサリーね、はい、インクラインダンベルプレス、スカルクラッシャー、ディップスと、はい、頑張ろう。7、はい、はい、8、はい、いける、いける、いける、はい、オッケー、レッツゴー。
Come on. いいね。余裕。え、ジョフィット、ラストセット。よし。よし。8回行こう、8回。絶対8回行こう。Come on. はい。1、2、はい。3、はい。4、はい。5、はい。6、はい、あと2回、あと2回、よっしゃい、無理無理無理、はい、普通に無理だって厳しいって厳しい、お疲れ。はい、これでジョーフィットと合同ベンチ&ディップス終わりになります。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。素晴らしいトレーニングできました。ありがとうございました。やっぱりね、ウッシーさんとトレーニングしてね、いいトレーニングができなかったことは今までないんでね。OK、今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆様、良いパワーライフを。